重大ポイント。今回は女子日本代表候補にも選ばれた馬瓜エブリン選手です。エブリン選手の恋バナは必見です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。トヨタ自動車アンテロープス馬瓜エブリン選手、ガーナ人の両親を持つ愛知県生まれの25歳。センターフォワードとして高い身体能力を武器に得点を量産。愛知県にある強豪大科学園高等学校出身で、各世代の日本代表としても活躍。そして3学年下の妹馬瓜ステファニー選手も現在同じチームでプレーしています。明るいキャラクターからテレビなどにも引っ張りだこ。さらには YouTuber としてデビューも果たしました。そんなエブリン選手の青春重大ポイント、まずはバスケットを始めたきっかけから。小学校4年生から本格的に始めて、で実際にその前から NBA を親が結構見ることが多くて、そこでマイアミヒートのドウェイン・ウェイド選手っていう選手がいるんですけど、その選手がずっと好きでバスケやりたいなって4年生になりました。そうなんですね。バスケット始められて最初の方なんかどう感じてました？本当に楽しい感じで自分はずっとやってて、みんなと比べてガチガチでバスケやる感じではなくて、まずは楽しさを覚えるっていうバスケットでした。その頃ってエブリン選手どんな少女でした？やんちゃでしたね、ずっと。まあ、今でもやんちゃかもしれないですけど小学校4年生あたりになってくると、もうなんか男の子とかと思ううわーってやりながらバスケやってたりとか、足とかも速かったので、鬼ごっこしたら絶対捕まえるみたいな、極恐怖の子鬼みたいな感じで。やんちゃだった小学生時代、よく妹とも喧嘩をしていました。どっちが夜ご飯の餃子たくさん食べるかみたいな最初大皿で出てくるじゃないですか、はい、最初にこうバーッと取っといて、で自分が多く取るとめちゃくちゃ泣きながらお母さんに言いつけて、で自分は結局怒られるっていうそういう喧嘩が多かったですね。何でももうバトルになるんですね、はい、何でもバトルです。元気なエブリン選手の小学校の時に正代くんっていう、はい、正代くんっていう子がちょっと好きかなって思ったんですけど、はい、ドッジボールの時にこうワッパンってなったんですね、相手チームで、はい、正代くんがゴール、そう、正代くんがゴール持ってて、自分がバッてこう近くになった時にね、はい、普通ちょっと小中学生ぐらいだったらこうポンってなるじゃないですか、はい、女子にオラーって投げられたって顔面に顔面にあーなって顔面にあ、初代ってやっぱ違うかもって思いながらうわぁちょっと辛かったなっていう、はい、切ない、本当に。そして、中学校時代の思い出は、3年生送り会で思いっきりみんなの全校生徒の前でダンスしたのがめちゃくちゃ楽しかったですね、本当に。何のダンスをされたんですか？パフィー踊りましたね、じゃあわールームディスコディスコディスコワールームディスコみたいな感じですよね。ちょっとやばいよ、これは女子バスケの強豪、大科学園高等学校に進学したエブリン選手、寮生活で苦い失敗を犯してしまいました。回線が結構苦手で、朝ごはんにししゃもが出た時に学校に送れましたね。普通に1限目間に合わなかったぐらいずっと食べてましたね。ししゃもとずっと格闘してたずっと格闘してましたね、はい、残しちゃいけないじゃないですか、はい、でもずっとししゃも食べたくない、ししゃも食べたくないって言いながらずっとやったら普通に送れましたね、学校に。え、それししゃも何匹あったんですか？3匹いるんですよ。3匹もいるんですよ。そう、もうそれがちょっとね、1匹だったら多分絶対間に合ったんですけど。え、遅れて大丈夫でした？周りというか先生とか、ししゃもで遅れるんだよみたいな感じでしたそう、先生
自分にとってはもう大問題なんですよって説得したんですけど、僕は普通になるし。最後に今でもバスケの教訓になっている思い出の試合がありました。小学校の自分が6年生の大会かなの時に結構いいところまで勝ち進んでいって、で東海大会に行けるか行けないかっていう試合の時に負けてしまったんですね。結局最後負けてしまったんですけど、でもあそこまで自分たち結構なんだろう強くなったんだねって、その一瞬はすごい泣いちゃって悔しくてあーってなったんですけど、でもここまで自分らできるじゃんって言って盛り上がったのが結構いい思い出かなと思って。その時の思い出って今にも生きてたりします？やっぱり最後の最後まで何が起きるかわからないっていうのがバスケだと思うので、その時に本当実感したというか、初めてこう最後の1秒くらいで逆転されて負けちゃったので、もう最後まで集中してやんなきゃいけないんだなっていうのは、はい、初めての何だろう感じたことですね。マウリエブリン選手ありがとうございました。